おい胡蝶、知っていることだけ教えろ。いや、ちょっと何ですか？一体何のことですか？胡蝶、お前のバストサイズは B カップか？いや、何聞いてるんですか？そんなこと忍様が言うわけないでしょ。 B カップです。いや、答えるんですか？あと忍様、絶対そんな大きくないですよね。なんでそんな質問するんだ、やめろ。そうだそうだ、忍さんはそんなに大きくないんだぞ。いや、炭治郎さん、あなたが一番ひどいこと言ってます。変態柱だわ。あの人うずい天元じゃなくてくずい天元だわ。誰が変態だ？そして誰がくずい天元だ？俺様は上官で胸柱だぞ。ああ、違った。音柱だぞ。いや、完全に胸が大好きな柱ですよね。カナオ、お前にも後で同じ質問をするからな。え、私も？なんてことを言うんだ。そうだそうだ。カナオのサイズが分かったら、僕にも教えてくださいね。いや、炭治郎さんが一番変態ですよね。でも人がたくさんいる場所だと、俺の質問に答えられないよな。場所を変えようか。俺も一緒に行っていいですか？ダメに決まってんだろ。僕も一緒に行こうかな。え？いや、ダメですよ。これは、親方様命令だよ。ここ変態しかいねえじゃねえか。お前が言うなよな、クズイ変態。いや、俺の名前はうずい天元だからな。さて、僕は刀鍛冶の里に行くと見せかけて、遊郭に遊びに行こうかな。あ、あばね。